遊び本気クロービーです。さあということで本日は7月20日ということでね、モーメント名古屋ということでフォークとね、バルがやるイベントに今晩ですね乗り込んでいきたいと思うんで、皆さん要チェックよろしくお願いいたします。楽しんじゃうぞうちちゃん。暑くないですかさあ今からモーメント向かおうと思うんですけども、暑いですはい、さあどのぐらいのね人がいるのかも後ほどね。あー今サイファーめっちゃ踊ってきたんですけどちょっと映像は撮れてなくてそのサイファーでめっちゃ背中をやりまして温泉怪我しました怪我しちゃいました怪我しましたどこまで踊れるかわかんないですけど、そうですね、最大限頑張りたいと思います。そうですね、はい、ありがとうございます。今日の目標は今日の目標は怪我しないOh, construction's on a
I'm pro drama. Catch me in the wildest beats. I bring bombers. I'm blacking hands with the brains and break bread. All my niggas are can't meet. Regardless how I go down, I still get to keep. Don't ask it, gold classics. All my niggas in pump the spirit to jump out and grab shit. Being born to rush out of war to pop a vein. $1,000 corks, pop force to get off top. Used to be a general, just lost the spot. End of the house, $2,000 to handle your mouth. Beast mode with the cheat code, cancel them out. Said I seen how, fell into the palms of Satan arm. Dawn that I am, made a vow on the face of God. Play guns click, money green, roaring kicks, whips and new bills. A few who do live it, Bloomberg, let the nigga cop the mock bird.
割れました。ありがとうございます。全然ごめん。はい、お疲れ様でした。で、まあ、宇野ちゃんとね、久しぶりに2人で、ね、出ることができて、まあ、決勝、まあ、優勝できて、で、まあ、その間ね、間に、いろんなドラマ、相手もね、前にやった相手だったりとか、僕もチームメイトいたりとか、決勝もチームメイトいたりとか、そういうのもあったんで、まあ、終始楽しくできたのと、はい、腰めっちゃ痛いっす。はい、しばらくお休みです。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。疲れました。すごくいいイベントでしたね。はい、はい、なんかピースな感じで、でも結構こうね、盛り上がってる感じ。まあ、あんまりちょっと言葉が出ないんですけど、とても楽しいイベントだったと思います。皆さんまた名古屋に遊びに来てください。以上です。お疲れ様でした。じゃあお願いします。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。疲れましたね。疲れましたね。いやー、一応、はい、まあ、優勝、まあ無事でできたということで、できたんですけども、はい、どうだったのちゃん今日のイベントは。いやー、まあまあそのまあ、コンセプトが結構はっきりしてるなっていう、うん、まあ、バルとフォークがやりたい空気感と、うん、まあ、そのなかなか最近のイベントではないアングラ感がありの、はいはいはい、まあ、結構かっこいい感じのイベントで、うん、名古屋では珍しいって言ったらあれですけど、うん、まあ、県外の子も多くて、うん、まあ、レベルも高くて、うん、まあ、若い子もいれば上までいればっていう感じで、まあ、結構面白かったんじゃないですか。確かに確かに。せいさんはどうでした？うん、だね。うん、まあ、僕はそうですね、まあ、去年も出てるじゃないですか。うん、去年出ました ね、 そうですね、このモーメント自体は、はいはい、で、まあ、なんとなくこう彼らがやりたい雰囲気前後は、まあ、理解しつつ、ね、まあ、今年もいいイベントなんで、うん、まあ、宇野ちゃんと出ようと思って、ね、出させてもらって、で、まあ、やっぱり普段僕からすると会わない人とやっぱこう空間を共有する、まあ、サイファーだったり喋、うん、ったり、うん、飲んだりっていう全てがなんかこう改めてまた新鮮だったなみたいな、うんうん、やっぱりなんか東京だと東京の人っていうので、なんとなくもう来る人が同じだったりする中で、やっぱこう一歩外出てみると、うん、普段喋んない人とやっぱ喋ったりとかもできたりして、はいはい、まあ、僕としてはなんかそういうなんか共有、いろんな人、新しい出会いというか、うんうん、新しい人とこうまたなんかこうコンタクト取れるっていう面白さで、あとは久しぶりに会う人とかもいて、うんうん、まあ、なんか新たなる同窓会というか。もはやもはや僕の中では、まあ、でも確かに名古屋ではあまり、名古屋のイベントではあまり集まらない人たちが集まってて、ね、うん、名古屋の人間からしても良かったなと。ああ、本当に思います。はい、まあ、実際東京からもね来てたし、うん、大阪からもね来たりしてて、うん、まあ、結構その出てた人、遊び来てた人の層も面白いメンツ、うん、目白押しって感じで、そういう意味でなんか終始なんか楽しめたなって、うん、本当に楽しいんだなって感じがあります、ね、はいはい、はい、多分バトルの映像の、バトルの映像、あ、はいはいはい、を上げるのかな、うん、上げるのかな、分かんないけど、うん、まあ、踊ってる映像とかを上げると思うので、そうですね、またできれば総評的なのをね、はい、上げていきたいですね、はい、のではい、上げていこうと思っているのでチャンネル登録いいねコメントなどなど、グロービーのことをよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。